音響さんでしたり舞台照明の方でしたり、いろんな方々の支え助けがあって成り立つのが舞台の良さですよね。私も昔大森カンパニープロデュースというところで大森博さんにすごくお世話になったことがありまして、一回衣装をお手伝いさせていただいたんですよ。で、足袋を縫わなくちゃいけなくなったんですけど、全然縫えなくて頑張って縫ったんですけれども、なんかボロボロになっちゃって、ボロボロって言ってもちゃんと縫ったんですけれども、動いたらもうすぐに取れてしまうような塗り方だったらしく、さやってすごい怒られましたね。でも怒った時も愛のある怒り方なんですけれどもね、うん、いや、いい、すごく優しい方だったんですよ。舞台照明とか